ヌーベルキュージーヌの盛り付け例。ヌーベルキュージーヌはフランス語で新しい料理を意味し、料理や見せ方などの方法、スタイルの一つである。キュージーヌクラシックやオートキュージーヌと呼ばれる生産用の料理に比べて軽く繊細で印象的な盛り付け方に特徴がある。この故障は1970年頃に料理評論家のアンリゴー。 アンドレガイ用とクリスティアン・ミオで作られたレストランガイドであるゴー・ミオで一般的になった。そしてこの特徴を持つ料理の流れの始まりは1972年または1973年とされる。メロン、ヌーベル・キュージーヌ、ヌーベル・キュージーヌという言葉自体はそれまでもフランス料理の歴史の中で何度か使われてきている。 1730年代と1740年代、数人のフランス人作家が伝統的な料理法に対して、彼らの料理法に新しいとかモダンななどと形容した。バンサン・ラ・シャペルは、1733年から1735年にかけて、現代料理という本を出版している。また、メノンの最初の料理本である、新料理論は、1739年に、 出版されている。さらに1742年に、同社の3巻目のタイトルとして、ヌーベルキュージーヌという言葉を導入している。エイジャック・ラムロワーズによる、ヌーベルキュージーヌの盛り付け1880年代から1890年代に、かけては、オーギュスト・エスコフィエの料理法が、最近では、アンドレガイオーの料理が、ヌーベルキュージーヌだと言われることもあった。また、アン クリスティアン・ミヨラがフェルナン・ポワンの弟子たちの料理を表現するのにこの語を利用した。すなわち、ポール・ボキューズ、アラン・シャペル、ピエールとジャンのトロアグロ兄弟、ミシェル・ゲラール、ロジェ・ベルジェ、レーモン・オリベールなどがそれに該当する。ポール・ボキューズによれば、この言葉はアンリ・ゴーがポール・ボキューズの料理や超音速旅客機コンコルドの諸女飛行時の料理のために集まった。 トップシェフたちの料理を表現するのに使い始めたと、される。また、ゴーとミヨによれば、ヌーベルキュージーヌは、オーギュスト・エスコフィエの、正当的な料理に対する反動である。しかし、ヌーベルキュージーヌは、ミシェル・ゲラールが始めた、温泉料理である、薄口料理とは異なる。そもそもヌーベルキュージーヌが作られるきっかけとなったのは、第二次世界大戦の勃発が原因であり、 ナチスドイツの占領による食料統制下で肉などの供給が不足に陥り、自然発生的に発達した料理法なのである。ゴーとミオによれば、ヌーベルキュージーヌには次の銃の形式に則っ,っていることが多い。ヌーベルキュージーヌの銃の形式一時期は主要なレストランがヌーベルキュージーヌを取り込んでいたが、現在ヌーベルキュージーヌの発想は格況を呈しているとは言えない。 1980年代の中頃になると、フランス料理の伝統技法を土台としながら、新しい技法を融合させていくという、キュイジーヌモデルヌというスタイルが新たに提唱され、再びバターや伝統的なソースの重要性が認識されるようになった。その代表的なシェフが、ジョエル・ロブション、アラン・デュカス、ピエール・ガニエールなどであり、古典回帰と新技法の調和によって、 世界的名声を博するようになった。ありがとうございます。